佐藤省庁は岡山県の南西部に位置する町で浅口郡に属する。2006年より浅口郡唯一の自治体でもある。倉敷市や広島県福山市に近く、それらの市のベッドタウンとなっている。2006年10月10日から倉敷市や浅口市などとともにご当地ナンバーである倉敷ナンバーが導入された。町の中央部から北西部にかけては比較的平坦だが、 その他は山林となっている。里町町も瀬戸内地方に数多く見られるため池が多数点在する。町の名前は里見村、新城村の名から一文字ずつ取られたものである。道郡内の鴨田町、根光町、寄島町の3町が合併し、浅口市となったが、現在のところ里町町は合併の動きはない。町内は笠岡 m イに属し、 市街局番は0865。そのうち、市内局番が60から79の区域が該当する。これは、佐藤省庁の他笠岡市と共通の番号である。市街局番が0865となるエリアは他に、鴨型 MA、倉敷 MA があるが、通話エリアが異なり相互の通信は、市街扱いとなる。町内全域が、笠岡郵便局の周廃管轄区域となっている。 町内の郵便局は、里町郵便局のみである、里町駅。ありがとうございます。